皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。はい、こちらをご覧ください。モンクリーついにね、新キャラが来ましたね。キャラガチャが更新されました。ダークナイト。新しい攻撃と、新しいスキルも追加されました。はい。ステータスはこんな感じにしてます。ちょっとこれどれが正しいかわかんないんで、とりあえずざっとですね、攻撃力7にして、まあ、防御力で HP ちょっと多めにして、みたいな。で、速さが2ですね。で、ソードアタックとかこれらの効果を見ていきましょう。ソードアタックは、アタックより少し射程が長くて威力も高いが、剣パーツをつけなければ使用できません。はい。これおそらくですね、剣パーツが外れると、ソードアタックではなく、攻撃がですね、ただのアタックになります。というのは、剣パーツが外れるとっていうのは、使ってる時に、剣パーツをつけて、これをね、つけてる時に、剣パーツが壊された場合ですね、パーツが壊されることあるじゃないですか。あれで剣パーツが外れると、ただのアタックになります。そしてですね、こちらの一撃スキル。こちらもですね、よいしょ。大ダメージ&敵モンスターが即死、レベルアップで威力と即死率が増すと、範囲近距離モンスター単体チビ全体というわけなんですけど、これもですね、前日は、前日っていうか、まあ、日付的には今日なんですけど、出たばっかの時に一回やったんですよ。そしたらですね、武器が吹っ飛んだら、一撃じゃなくて、スキルがパワーアタックになりました。初期スキルですね。これになりました。なので、そういう仕様なのかなと思います。で、この一撃がですね、まあ大ダメージ。まあ大体ですね、硬直がためるくろぐらいの硬直があって、で、敵モンスターに単体で大ダメージで、まあダメージもね、同じぐらいためるくろ並みに火力があって、ただ、確率で即死があるので、相手のモンスターを一撃で倒すことができると。まあ必ずじゃないですけどね。なんでこれまあ、レベルアップしなきゃダメだよね、とは思いますけど。まあとりあえずやっていきましょうか。ステータスこんな感じですね。召喚コースは、プラス3して、なんかいろいろととりあえず攻撃力とか HP とか、モリモリに持って攻撃力 44% の体力 66% 上がってますが、これは完成形ではないです。まあ今後ね、調整したいと思います。それでは、やっていきましょう。はい、それではやっていきましょうか。M サイズはありだね。ありなんだけど、今回ですね、このキャラは地上しか殴れないんですよ。なので、空中殴れるキャラ欲しいですよね。これ以上無理だな。タメルクローで頑張って空中殴ってもらいましょうか。本当はね、アッパーカット、ジャンプアッパーとか、あそこら辺があるといいんですけど、まあしょうがなし。これでいきましょう。手札はちょっと初動は良くないが、なんか作ってるぞ、相手。ガトリングが作ってるよりあるかな。作ってみるか。普段作んないんだけどね、大きいのね。作ると破壊されるから。SP カード作ってるんで、相手も。まあ、コスミ4負けしますね、これで。4負け。ただ、ガトリンが作れました。さあ、一撃来ましたね。で、これがね、かなりね、強いと思うんだけど。一撃を食いたくないよ。出したいけど、出すか。いて。さあ、どっちから来る？硬直、OK、倒した。でかい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 。さあ、一撃。どっか行ったね。あ、落ちてきた。なんだなんだなんだ。さあ、俺のこの一撃のね、このね、ダークナイトがどこまで頑張るか。相手もダークナイト出てきますが、俺が先に一撃発動して。即死？入れ。入ってく。やばくない？まあ、ただこれ確率で、必ず入るわけではないんですよ、実際。外してるとこも何度も見ました。外してるってか、でも大ダメージは入るんで即死入んなくても、まあ実際強いですね。まあその中唯一の弱点っていうのが、あ、これ勝てますね。火力も高い。いいよ。はい。まあ唯一の弱点っていうのが、まあ武器を壊されてしまって、パワーアタックになってしまうところが弱点かなと思いますね。あとは空殴れないとこかな。まあ続いていきましょう。はい、それでは連戦いきますよ。M はね、嬉しいんだけど、L はダメだね、出せないから。M は嬉しいんだけど、ここで妥協。待たなきゃいけない。L くんな？あー、M だね。あー、ジャンプアッパー来たね。OKOKOK。ジャンプアッパーが欲しかったよね。その結局、その飛行ぶっちぎり飛行痛くないか、マジでちょっと強すぎるんで、それに対抗できるキャラ引かないと詰むんだよね。さあ、エースキャラのこれは手札に来てるが、作っちゃダメかな。ダメだよな。相手もキャラ置いてないしな。ちょっと待つか。一旦待とう。飛行ぶちぎりも引いてるけど、こいつあえて一回弊社さ置いてさ、ちょっと様子見ね。
あ、これは置いていい。コスト回復はどうせ回復するから。ただね、これね、回復量が決まってないんだよな。3から6ランダムだから、6回復すればね、ただのお得なんだけど。いくつですか？3とかだとね、マジ悲惨だね。相手もコストマックスでしょこれ。あ、でもコスト回復量によるのか。相手も作ってるね。いや、手札枚数障壁あんま嬉しくないんだけど、まあ作るか。で、何出してきた？ウィン、ファイアブレス。オッケーオッケーオッケー。手札枚数障壁作ってるんで、これで手札が多くなれば、あれに対抗できるキャラも引けるでしょう。さあ、M サイズなんでね、ここでね、あー、でかいの引きたかったね。引けないね。どうしようか。ひとまずジャンプアッパーどっちに濁す？ひとまずね。パックン効かないんで、同じサイズだから。ひとまずこいつ倒して、ジャンプアッパークールタイムないんでね。やれますね。お、いいね、いいね、いいね、いいよ。また3なんだけど回復量しょぼ。あー、出ないか。しかもキャラも来ない。これまずいね、まずいね。札が弱いね、非常に弱い。確かここに入るんでやられちゃうよね。キャラ来ないんだけど、マジおもんないよ本当に。来いよキャラ、何もできないじゃんそんなされたら。エースキャラが全然来ない。もっと入ってきてほしい、エースキャラ。バカバカ、今入っても切れないんだよな、すぐ。間に合ったけど、一撃も打つけど、コモデータがやばいじゃん。寝たんだよね。あ、起きた？起きてるな。さあ、頑張ってくれてるっぽいけど、そこ止められなきゃ負けだよ。あと1個しかない。そこスキル打たないから負け。はい、残念ですね。はい、それではね、やっていきましょう。サイズ M、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 S、M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 、S しか来ない。もう S で我慢するか。これだって次シャッフルして L 行ったら怖いもんね。これでいこうか。さて、ゴスト回復条約は作っちゃおう。でもね、このね、条件がわからん。マジ完全ランダムなのかな、3から6って回復量。さっき2回とも3だったよね、下売れたけど。ただの運なのかな。6回復した、次は。やった。そう、その6はありがてんだ。6はありがてんだよな。ファイアーブレスくんさ、俺やりたくね。あ、ちょっと待って、また。まあ、空はやれるじゃん。あ、うん、飛んでない？あ、ジャンプヘッドか、相手。だからか。あ、どうした？ジャンプヘッドだから地上、まあ地球同時攻撃で殴ったのか今。下の俺のこの風魔手裏剣くん、カッコ張りを。そうっぽくないか？ SP カード上壁作るか？弊社、うん、SP カード一回作るか。SP カードね、結構バクチ要素が強くてね、あんまり好きじゃないんだけど、噛み合うとね、まあ面白いんだよな。あ、やっぱ地上殴ってるわ。どう見ても空飛んでるのに。まあそれはでもありがたい。やられる前に回復する。で、あー、でもただの通常だな、殴ってるのが。地域、あー、撃てないな、これは。しょうがない。ノビルパンチャーやつ。おいいよ。弓と一緒にチク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 やってるけど、このグルパンの人が多分、これ、防御力高いな。全然減らん。倒してくれたので、とりあえずよしとして、で、タメールクロを召喚して、ノビルパン持ちもドン。タメールクロ置いてるから、こいつは多分ズバシオンできるでしょ。で、その殴れるじゃん。これ、スト回復上壁あるが。使っちゃうか。相手もキャラをだいぶ切ってるんで、そこ倒せるでしょ。倒して壁挟む、壁挟む。さあ俺の方が早い。 OK、 壁挟んで、おお、コスト回復上壁、次はすごい上振れてるよ。何なんだ一体。 SP カードもう一回作るか。グルパンはまあしょうがないとして、ぶっ飛ばしが入っちゃうと、そのため黒が入らなくて喧嘩してるね。やられちゃうな。爆弾か。さあ、いい感じに削ってはいるね。ただこれはもう前線のこの子はやられちゃうから、ここしょうがないじゃん。爆弾使う？使うか、爆弾。こいつ爆弾倒そう。いいよいいよいいよ、悪くない。あと1個作ったら俺 L サイズ作れるんだよな。作れる。 L サイズ召喚できるんだよな。ただ重いコストのキャラは使いたくないんで、 SP カード作るか。え、これ SP カード作るの間に合ったらこれベヘルできるけど。
せっかくこれダークな、あー間に合わねえこれ。でも間に合わなかったけど止めるクローはいけて、で今回壊されちゃまずいね、城壁作ってないんですよ1個も。一応いきますぞ、まあ、即死関係ないね、これはダメージが高い。でこれ炎の剣も出したらどうなんだろうね、戻してみるか。剣ただでさえ持ってるのに炎の剣も出してパワーアップさせて、超火力だよこいつ、エースだけど。どう止めるんだろう相手、止めらんなくね。あキャラがいねえんだこれ、多分これ一瞬で壊れるぞ白炎の剣で。バキバキだよこれ、あと1回殴ったら終わりよ、殴れちゃうよねこれ多分。おーおーおー、なんかスキル一撃相談だ、関係ねえなこれ全然関係ないや。まあ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 、まあ、はい、それではラストいきましょう。M サイズ、 M サイズ M がいいなあ。 L いっちゃった、もう出せないじゃんこうなっちゃったらこれなんとかなんないかな。まあとりあえずいろいろと作りますか。コストが重くてそもそも基本的に何も出せないですねこれ。あーもうきついな、この子守唄っていうキャラがねぶっ壊れてるんですよ。全部寝かされて何もできなくなるんだよな。突撃で即死じゃん、即死もわけわからんしな、強すぎるよな。グルパン頑張ってるけどな、あグルパン単体なんだねこれ攻撃、これは即するよ、あしないわ、よかったよかった。これ即死されたらもうたまったもんじゃないからな、グルパン頑張ってそいつ倒して、あグルパン頑張ってる、コスト回復ありがてえ、弊社使う、弊社作ろう、ちょ作らないと出せん。おグルパン頑張ってる、俺の方が早い、ナイス、しかもさんナイスでか。まあでもさすがにやられますね、大砲あるんで、これもしょうがないじゃないですか。だからこれもう使えねえ、スーパージャンプ使うとこないな、まあ、使えなくてもね、あの一応 SB カード作っても回せるんですけど、もったいないですよね、せっかく作ったのに。でなるよな普通。さあグルパン終わって、ちょっとこれブチ切れ飛行なんだけど、地上にちょっと殴らせます。多分殴らないとね、俺壁がないんで何もできないんですよね。ただグルパンでスタンしちゃってるんでちょっとやばいなって感じではあるんですけど、まあスキルさえ打ってくれればなんとかなるのかな、どうなのかな。さあ相手も押し込んできてますからね、これがっつり一撃来てますよ。ああ即死しちゃったね。あただパワーコン来た、これでかい、これこのタイミングのパワーコンがでかいぞ。さあグルパン打って、悪くない悪くない悪くない、スタンしてるけど悪くない。ただあと1個作らないと L サイズが切れなくて、これしばらくなんとかなる気がするな。違うなこれじゃない、これさスーパージャンプで奥行って、ここで先にもう速攻で殴り合わせて、あー出ないか、スタン頼む、いやーあの即死しない、オッケーオッケーオッケー、熱い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 、これ相手がこれで前方でキャラ使ってくれるから、相手かなりコストをね使わなきゃいけないでしょ。これこの間にコスト貯めて、うわそこなんだ、あのグルパン入ってる、いいよ、さすがに伸びパンやられちゃうけどしょうがないね。うわー飛ぶんだ、なるほど弓だね、弓出して、うわーためる苦労してる、また飛んだ、飛ばれるとさ出せないんですけど俺、あれ弓切れてない、あ切れてないなこれ。まあ一応こいつはやれるじゃん、ブレス持ちだしこいつはやれるんだけど、でこれで足元壁張ってあげて、この飛んだやつ倒すじゃん。本当はこいつ壁張るキャラじゃない、耐久値低いから、ただ飛んだやつより無理なんで止めなきゃいけないんで、なんとか止めて、誰でも今から頑張って上陸作ってるけどもう遅いからね、そこでコスト使ってくれたら俺はキャラを置くんだけど、本当はこれ切りたいな、メガゴリム切りたいんだけどね、切っちゃうとねあれが切れないんだよな。勝つなら切るべき、切ろう、ここにコスト使わせよう。あーでもアーチャーいっぱい来たな、あーこんだけいっぱい来たらちょっとまずいな。ただ
この後やね。こんだけアーチャーいっぱいだとさすがにやられちゃうんだよな。騎馬兵を削ってくれてるね、だいぶアーチャーが。いいよいいよ。ここも行こうか、これ。これ行けば、剣士が一瞬壁張ってくれてる隙にと思ったんだけど、ダメだ。さあ、ブチ切れ欲もやられちゃうけど、これダークナイトもいける。いけ !L サイズ。俺の最強のダークナイト L サイズ。出せないだろ、ナンボキャラ。一撃発動アーチャーをズバン。でもこれ、あんまダークナイト関係ないね。よいしょ。もうあとはもうパワーで押せるね。押し切れる。はい。ただ全然ダークナイト関係ない。ってか、マジ、本当にこのゲーム L サイズ出せないからさ。出してる時間ないんだよな。L が一番弱い。ステータス高いとか関係ないもん、まあ、だってマジで出せないもん。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ダークナイトですね、やっていきました。まあこのね、スキル一撃はマジで強いなと思います。この即死が入らなくてもダメージがでかいのはいいですね。ただし、単体攻撃なんですよ。タイマンがめちゃめちゃ強いのかなって感じしますよね。いや、もちろんね、あのスタンでね攻撃できなくなっちゃったけど、アマゾネスの第一撃みたいな感じなんで、あの出すまでが遅い。その隙にスタン食らっちゃうシーンはね、間違いなくあるんですよね。まあ、それはしょうがないけれども、それであってもタイマンは強いんじゃないかなとは思います。やっぱ即死だからね、一撃だから。まあ、必ずではないんだけど。はい。で、対多数が苦手なんで、まあ、今みたいなね、今の環境みたいに、もう全キャラをわちゃわちゃいけ、ラッシュラッシュラッシュみたいな環境だと、どうなんだろうっていう感じはする。なんか巻き込まれてやられちゃうんじゃないかなっていう印象はありますね。で、耐久値上げないと即死したから、耐久値は絶対必須で、で、攻撃力を上げないと、あの、スキルの即死が入んない時にダメージが通らないよねっていう部分があるんで、結局やっぱ必要なのは攻撃力と体力は防御力なんじゃないかなっていう感じはしますね。で、まあ、今ですね、この、武器の、もっと早いな。これ武器金出たんですよ。これがね、なんかね、攻撃力と体力がアップってなってるんですよね。なので、あの、攻撃力と体力っていう方のステータスで、今回ね、作っていきました。まあまあまあ、武器とちょうどいいからだね。はい、そんな感じです。まあ、新キャラっぽい感じの性能ではあると思った。まあ、強いとは思う。ただ、やっぱり今の環境ね、このゲームをもっと楽しむには、まあ、間違いなくブチギレじゃない、飛行だね。飛行関連の対応が欲しいですね。あとは城壁ね。城壁関連もすごい欲しい。だって L サイズ出せないんだもん。マジで。まあ、城壁バカバカ作りやすすぎちゃったら、それはそれでね、なんかもうキャラ出しても通らないよってなっちゃうと思ってね、その防衛が強すぎて面白くないってなる可能性があるのはわかるんだけど、わかるんだけど、今の環境は城壁を作ってる余裕がない。ブッパがすごくて。そこだけちょっと気になります。シャッフルの運もかなり運だし、なんだろう、別に運で変わるのはいいんだけど、その運に偏りすぎだねっていう、あまりにも。どうしようもない、おもんねってなる瞬間が間違いなくあるんだよね、バトルしてる最中に。え、いや、シャフルしたじゃんみたいな。え、ここでこれみたいな。何もできないんだけど、これみたいなシーンがめちゃくちゃあるんだよね。で、城壁で L サイズが出せない城壁の数の時に、シャフル回して L サイズが来るのがマジで許せない。無理じゃん、あれ。コスト1払って意味ないんだけどってなる。で、楽勝だね。キャラ切れないし、コスト足りなくてみたいな。ああいうシーンが多いから、そこちょっと気になる。まあでもそこを直すことかどうかわからないけど、まあ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 。いろいろ気になるところはあるけど、まあ、出たばっかのゲームだから、まあ、今の範囲でね、楽しめればいいかなとは思うんだけど、まあでもね、面白いよ。実際。なんか、イラってくる瞬間は、瞬間は間違いなくある。やっぱ、ゲーマーとしてね。あるんだけど、でもね、続けちゃう。でもそれはやっぱ面白いからなんだなっていうのは、間違いないと思う。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。